クロマムコサイクロプスは、クロメンコが1975年に発売したデジタルカメラであり、世界初の商用化された完全デジタル勝利のカメラである。画像素子として MOS イメージセンサーを使用していた。初のマイクロコンピュータへのインターフェースを持つデジタルカメラである。イメージセンサー 1KB の D-RAM メモリチップを改造したもので、解像度は32-32画素だった。 サイクロプスとは、ギリシャ神話に登場する単眼の巨人キュクロープスのことで、このカメラが単眼であることからその名が付けられたものである。1974年7月25日付のポピュラーエレクトロニクス市編集長からのカメラプロジェクトサイクラープスの取材記事掲載についての手紙。サイクロプスは、テリー・ウォーカー、ハリー・ガーランド、ロジャー・メレンの3人によって開発され、 ポピュラーエレクトロニクス1975年2月号でホビーストの電子工作として紹介された。その1ヶ月前の同誌では3つ社のマイクロコンピューターアルタイル8800が紹介されていた。ポピュラーエレクトロニクス市の技術編集者であるレス・ソロモンはサイクロプスとアルタイルのインターフェースに価値を見出し、 サイクロプスの開発者の一人のロジャー・メレンとミッツ社の社長であるエド・ロバーツに連絡を取り、コラボレーションについて話し合うことにした。メレンはニューメキシコ州アルバカーキのミッツ本社でロバーツと会った。ロバーツはメレンにアルタイルとサイクロプスのインターフェースを制作することを勧め、彼らがこのプロジェクトをすぐに開始できるよう、メレンにアルタイルを速やかに送ることを約束した。 カリフォルニアに帰ったメレンは、ガーランドとサイクロプス等のアルタイル用の製品を製造するためのパートナーシップを結び、その名前をクロメンコとした。1976年1月、ミッツ社はアルタイルの最初の周辺機器として、クロマムコサイクロプスを発表した。サイクロプスで使用されているクロメンコ社製線24画素、MOS イメージセンサー、サイクロプスの内部、 サイクロプスの電子回路は3枚の基板で構成されている。一番左の基板にある2つの赤色 LED は低照度時にセンサの背景を照らすためのバイアスライトである。サイクロプスは MOS メモリチップを改造した革新的なイメージセンサを使用していた。チップ圧らのカバーを取り外し、そこにガラスの板を取り付けて半導体に直接光が当たるようにした。 動作理論については、ポピュラーエレクトロニクスのオリジナル記事に記載されている。最初は、32-32の配列に配置された1024個のメモリセルがすべて1の状態になっている。光が当たったメモリセルは、その状態が0に変化する。光が強ければ強いほど、1から0に変化するスピードが速くなる。Mm、f の D マウントレンズにより、 イメージセンサに像を結ぶように調整されている。各メモリセルの状態のスキャンを計16回行う。1回目のスキャンではすべてのメモリセルの状態が1になっている。当たる光が強いセルほど1から0に早く変化するので各セルが1から0に変わったタイミングによって各セルに当たる光の強さがわかる。ほとんど光が当たっていないセルは最後まで。 一のままである。このようにして、サイクロプスは16階調のグレースケールのイメージを取得する。サイクロプスには2つのバイアスライトがついており、低焦度環境での感度を向上させることができる。このライトは手動でもコンピュータ制御でも調整可能でセンサーに均一な低レベルの光を照射することができる。一度調整すれば低焦度環境下でも、 イメージからのわずかな入社校に対しても感度が向上する。ありがとうございます。